皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、私の2個下の妹と一緒に質問コーナーやっていきたいと思います。事前にハッシュタグ吉田姉妹に質問でツイッターでたくさんの方につぶやいていただきました。ありがとうございます。その中からランダムに選んだ質問に答えていきたいと思います。それではスタート。お互い似てるとこ似てないところが知りたい。似てないとこがもうほとんどです。真逆、何もかもな。すっごい性格が妹の方がさっぱりしてて、私の方がどっちかっていうと女って感じ。そうか。え、そうでもないな。好みも全然違うし、顔は妹の方が大人っぽい感じ、服装とかも妹の方が大人っぽい感じ。色白いところ、色が白いところ、確かに。こっから下が似てる。あ、うん、こっから下が似てます。めっちゃ小さい頃どんな喧嘩してた？お姉ちゃんの髪の毛にガムつけたり、うん、じゃあスライムやで。ガムもつけた。ガムもつけた、うん、とか、あ、シルバニアファミリー2人とも好きでめっちゃやってたんですけど、一人ずつお家があって自分の家作ってんねんけど、ムカついたら妹の家壊してた。でも学生の頃は朝洗面台の取り合いはめちゃくちゃありました。妹の方が背が大きかったんですよ、もう学生の時から。だから私がこうやってアイロンとかしてたら、その前にドーンって来て見えへんようにしてくるとかはありました。お互いにどういう存在ですか？ ATM。 いやでもそんなに使ってないです、妹には。なんかそんなにこうねだってきたりとかもしないし、なんか今まで買ったものなんて言ったらすごい知れてると思うんですけど、後輩メンバーが多いから後輩とばっかご飯行くじゃないですか。でそしたらなんか最近は家にずっといるから思ってんけど、妹に私何も買ってないなとか、ご飯連れてったこととかもほとんどないしって考えたら全然普通やと思う。それは ATM が ATM が普通とは思わへんけど、そんなめちゃくちゃ使ってる額で言ったら全然です。ってことは、うん、なんかもっと存在的なのないの？存在、うん、大人になってから女の子って仲良くなるって言うやん。それはほんまに感じるくない？え、なんかこの最近のコロナの、うん、になってからは、うん、マジであのうかるの友達みたいなそうやな。ずっと一緒にゲームしたりとか、買い物行こうって言って2人で買い物行ったりとか、まあご飯とかも外出できるようになってからは今日も行く約束したし、一番合ってる人、うん、まあ家族やからね、うん、やっぱ姉妹だなって思う瞬間はないないよな。私もない、別に。なんかあんまりお姉ちゃんっていう感覚もないし、うん、え、なんと思ってんの？友達みたいな感じ。あ、友達、うん、確かに。なんか割と何でも話せる友達って感じ。じゃあ山田奈々ちゃんと山田すずちゃん、城西圭ちゃんと城西玲ちゃんみたいに NMB では姉妹で活動する子が多いんですけど、姉妹で NMB で活動してみたいと思ったことある？ない。なんでそれは？アイドルになりたいと思わへんから。そうやな。あのでも本当にちっちゃい時は習い事とかも全部一緒にやってきたけど、なんかほんまに NMB 私が入るってなってこう道がパッて分かれた感じやけど、私も嫌や、妹が常にライバルになったりするのはしんどくない？そう、全然仲いい子よりは応援できるんじゃない？いや応援はするで、応援はするけど、いやそれがやった同期がいい。もうライバルとして生きるやん。うん、ね、それはそれで楽しいかな。知らん。まあ想像してみたことないけど、え、でも大変やろなって思う。なんか奈々ちゃんとすずとかけいちゃんとれいちゃんはバラバラやから一緒には活動する期間がなかったけど、私ら年がすごい2つしか離れてないから、多分もし入ってたら一緒に活動してたと思うから、いろいろ難しい。あ、でもいろいろ助け合えることもあったんかな。もうやってみないと分かんないって感じかな。なんかやらんけど、うんって感じ。お姉ちゃんにもらったもので一番嬉しかったものは何ですか？なんやろ、まあまあもらってるからな、うん、カバン。あ、これやん、あかりサンタ。あ、そうや、これこのカバン妹が使ってるカバンなんですけど、クリスマスに妹が寝てるところに朝ポンって置いといてサンタさんしたんです。これビビアンのバッグね。めっちゃ使ってくれてるよな。3年ぐらい前か。そう、すごい毎日使ってくれてるんですよ。妹ちゃんはお姉ちゃんがアイドルしてることに対してどんな風に思ってるのか知りたいな。別にどうも思ってない。もう10年やもんな。最初どう思ったん？マジかこいついやんな。でもそう思うよな。だってアイドルっていうのにあんま触れてこなかったんですよ、兄弟で。っていう感じより安室奈美恵さんとか K-POP とかが好きやったりとかしたから、可愛いみたいなのは結構離れて育ったよね。あの人に惑わされないというか、自分は自分っていう性格なんで、妹はなんか周りがどうであれ自分が自分って感じやろ。何も変わらんって感じじゃない？でもなんか前も言ったけど、うん、アイドルのお姉ちゃんは、うん、あかりんやし、うん、家におる時に喋ってるお姉ちゃんは、うん、お姉ちゃんやし、うん、だからなんか他人って感じ違う人見てる感じなんや、うん、へえ。あ、そう。じゃあ YouTube で見るお姉ちゃんは？そこがなんかようわからんと思って間みたいな感じだな。YouTube は家やし、中間地点みたいな感じ、うん、そうなんよ。2人の一番の思い出は、何でも2人
人でしてきたもんな。ちっちゃい時から習い事も全部同じやつ習いに行ってたから2人で通ってたし、なんか友達と遊べってなっても妹の友達と遊ぶってなっても私も入ってたし、私の友達と同級生と遊ぶってなっても妹連れて行ったりとかしてたから、なんか全部一緒にやったか全部一緒の思い出がある。妹さん、お姉さんに恋バナとかしますか？してる？うん、最近ちょっとするようになったかな。本当に最近だから、その暇やからずっと喋ってるみたいな感じで聞いたら教えてくれたりとかする。別に隠してるわけじゃないもんな。なんか言う機会がないみたいな。妹さんに質問。あかりちゃんの妹で何か得したことはありますか？これは何でももらえる、うん、ものもらえる。確かに。でもメイク道具とかは本当に買わなくてもいいぐらい家にあるから何でもあげてるし、確かに物がいっぱいもらえる。二人で旅行に行くならどこに行く？どこ行きたい？私ハワイ。グアム。グアムね。小学校の頃の一番の思い出は何ですか？やっぱ学校でちょっと会うとき嬉しくなかった？そう全然あ全然嬉しくなかった。うん、私嬉しかった。覚えてないけど。え、だって私めっちゃ行ってたやん、クラス。知らな。覚えてない？うん、妹が多分小学校3年生で1年生やったから嬉しかった入ってきたのが最初の頃めっちゃクラス行ってたよ。知らんな。妹の友達とか結構覚えてるもん。この前卒アル見せたら、うん、あ、何々これってなんで知って覚えてて。今食べたいものをせーの。焼肉。え、今日お寿司やって言ったやん。昨日食べに行った。まだ今日食べたいの？最近週3ぐらいでお寿司行く。そうなんや。いいや。妹さん、お姉さんがプロデュースしたコスメブランド WE アイドルの中で一番好きな商品は何ですか？これだそうです。無敵テラコッタ。可愛いよなこれ。彼氏にその色嫌いって言われたらしい。怒っといて。でも多分ほんまに男の人受けがいい色じゃないと思う。だから無敵テラコッタなんですよ。ここで言えるあかりの一番アイドルらしくない行動は？え、割とアイドルらしい。うわ、ぶっちゃけお互いの顔可愛いと思う？いや、私はめっちゃ思う。うん、思う？思ってる？うん、イエーイ。あかりんが芸能界入った時の周りの反応はどうだった？小学校の時に全然仲良くない子が急に廊下ですれ違った瞬間手振ってくるようになった。こっちがアイドルみたいになってるってこと？友達になっといた方がいいかなみたいな。なりたいんか分かれへんけど、うん、知り合いってなってた方がいいみたいなのがあんのかな。なりたいみたいな。どうしたんそれで？無視した。そうなんや。でもね、これはちょっと本当に大変やったよな。うん、かわいそうやったなって、本当にそこはめちゃくちゃ思ってるし、もう申し訳なかったなって思ってる。いつであかりの妹やって言われんねんもんな。喧嘩した時にどっちが先に謝りますか？謝らないのどっちも。自然と仲直りしてる。時間が解決。そう、時間が解決してる。そんな喧嘩ももうしんひんしな。お互いがもし入れ替わったらしたいことありますか？普通にしてみたい。何もかも普通を知らないから、この10年の普通の学生とか普通の社会人とかがしたことないから、それは普通にしてみたい。それはでも姉妹で入れ替わるとかじゃなくて、自分の普通も知りたかったなってだけ。何をどんな職業についてたのかなとかある？してみたいこと。ライブ。歌は私より上手やから。歌すごいね、ちっちゃい時から上手やったから。カラオケ行ったら妹ばっか褒められて、私はさうんみたいな感じになる感じやった。お姉ちゃんのあかりちゃんから見て妹のこういうところが可愛いってエピソードがあったら教えてください。すごいね、ツンデレなんですよ。ツン80のデレ20ぐらいやけど、普段なんか私がなーなーとか言ったりとかしてもなんか何みたいな感じやねんけど、多分こう今動画見ててすごいさっぱりした子やなって思ってるかもしれへんけど、なんかこう休みの日に明日何してんのって言ってきたりとか、急に電話してきたりとか、インスタライブ見てたりとか、なんかそういうとこは可愛いなって思ってる。あかりちゃんは妹さんの好きなとこ、妹さんはあかりちゃんの好きなところは？本当にさっぱりしてるから、こう悩み事とか相談してもあのド直球な答えが返ってくるんですよ。私のこと傷つけたらあかんなとかそういうのも考えてないし、本当に正論な第三者からの意見をバンってくれるから、自分じゃ見えないとこをちゃんと言ってくれるから、はっきりしてるから、それはいいかなって思う。好きなところ、うん、優しい、うん、ふっかる、うん、優しいふっかるいただきましたっていうような感じで、たくさん質問いただきありがとうございました。なんかあんまり似てるとことかもないしな、まあ、またなんか姉妹の企画でこういうのやってみたいなとかあったら、今結構時間が2人ともあるので撮れるので、よかったらリクエスト送ってください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりと妹でした。バイバーイ。声引く。